スタンリー・フランク・ミュージアルは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ワシントン郡出身、のプロ野球選手。愛称は、ザ・マン。現役生活のすべてを、セントルイス・カージュナルスで送り、人格者として知られた。ポーランド系移民の父とチェコ系移民の母の間に、スタニスワフ・フランツシェク・ムーシャウとして生まれる。高校時代から、抜群の運動能力を発揮し、野球のみならず、 バスケットボールでも大学から小学生への誘いが来るほどだった。1938年にカージナルスと契約。投手としてマイナーで実績を積み重ねていくが打撃でも非凡な才能を発揮し、当番日以外は外野手としても活躍していた。1940年に試合で外野守備の際にダイビングキャッチを試み、左肩をグラウンドに強打したことで投手を諦め、 打撃に専念することになる。1941年9月17日のブレーブス戦でメジャーデビュー。ダブルヘッダーとなったデビュー戦で6アンダーを放ち、ブレーブスのケイシー・ステンゲル監督をして、あの小僧、5年やそこらで消える球じゃないぞ。10年、15年、いやもしかしたら20年近く持つかもしれんと言わしめた。ミュージアルは、その後、 ステンゲルの予測を上回る22年間メジャーでプレーした。1942年はフルシーズン1年目で打率3割を達成し、オールスターにも初出場。チームもワールドシリーズでヤンキースを破り、世界一に輝いた。これ以降カージナルスは5年間で3度のワールドシリーズ制覇を成し遂げた。1943年は初の首位打者、リーグ最多得点に加え、 最多安打、最多二塁打、最多三塁打の塁打三冠も獲得し、MVP を受賞する。1945年は、兵役で試合への出場はなかった。1946年は3年前と同様に、首位打者、最多得点、塁打三冠獲得で MVP を受賞。1948年には、タイカップ以来史上二人目の1シーズン4回の後、 打数5アンダを記録。特に4度目となった9月22日は両手首の故障により満足にバットが触れない中で5スイング5アンダを記録した。首位打者、打点王を獲得し、本塁打は自己最多の39本で1位と1本差の2位。幸運のゲームとなった試合での本塁打1本が記録されていればなリーグ史上5人目の三冠王になる。 ところだったが、三度目の MVP を受賞した。1950年から三年連続で、首位打者を獲得。1954年5月2日には、ダブルヘッダー第1試合で3本塁打、第2試合で2本塁打、史上初の1日後本塁打を記録した。1955年7月12日、ミルウォーキー開催の第22回オールスターゲームの、 スコア5から5の延長12回裏、先頭打者として打席に向かうとき、自軍のベンチに向かって、残業手当てなんかいらないだろう。これでこの試合は終わりにするからなと宣言し、フランク・サリーバンの初球を叩いて、右翼席へ、さよならソロ本塁打を放つ。1957年37歳で7度目の、首位打者を獲得した。 MVP の投票では2冠王ファンクアーロンの239ポイントに9ポイント及ばなかった。1958年5月13日には史上8人目となる3000本安打を達成。シーズン終了後にカージナルスが日米野球で来日した際は稲尾和久と杉浦忠から本塁打を放っている。また試合前に長島茂雄や山内和弘と写った写真も 現存している。1959年に初めて打率が3割を割り込み、3割以上は16年で途切れる。1962年は42歳でリーグ3位の打率、330を記録した。1963年8月12日に今シーズン限りでの引退を表明し、9月25日にミュージアルの背番号6は、 カージナルス初の永久決番に指定され、9月29日の試合で引退。引退時に29のリーグ記録、17のメジャー記録、9のオールスター記録を保持していた。ミュージアルの背番号6、セントルイスカージナルスの永久決断に1963年指定。引退後はカージナルス球団副社長も務め、1967年の ワールドシリーズ制覇時は GM として貢献した。1969年野球殿堂入り。2006年には DHL ホームタウンヒーローズに選出されている。2013年1月19日セントルイスの自宅で死去。92歳没。ちなみに同じく MLB 殿堂入りを果たした R ・ウィーバーや大横綱の大砲後期も同じ日に没している。 通算3630アンダは2019年時点で歴代4位。二塁打が非常に多く、1942年から戦争を挟んで1958年まで実に16シーズン連続で30本以上の二塁打を記録した。通算725二塁打は歴代3位。カージナルス球団記録。ありがとうございます。